トレンドリンクのコーナーです。宮崎さん、私一日で一番楽しみなのが家に帰って飲む一杯なんですよね。いや、ちょっと幸せな時間ですよね。まあ、そしてそんなひとときをさらに充実させるおつまみを今日はご紹介します。楽ちんおつまみレシピです。毎日献立考えてご飯を作るだけでも大変なのに、お酒のおつまみを作るなんてどっと疲れますよね。本当ですね。もう自分で作ればいいんですよね。あ、そうですね。そこで今日は美味しくできる楽ちんおつまみレシピを紹介します。まずは袋叩ききゅうり。きゅうり1本にご覧の調味料小さじ1杯ぐらいずつ、分かりやすい分量ですね。洗ったきゅうりにフォークなどでこう縦にちょっとね筋を入れます。こうすると味が染み込みやすいんですね。思いっきりじゃなくて軽めですね。そうですね、はい、はい。これをビニール袋に入れますけど、半分に折って、包丁使わない。そう、はい。そして袋に入れまして綿棒なので叩きます。醤油、いいですね、簡単ですね。今のところすぐできそうですよね。お酢、そしてごま油ですね。あとはもうこれをこう閉じて味をなじませるように混ぜていただいて、ごまを振ります。ごまのいい香り。先生、ポイントは？はい、これはきゅうりのカリウムと水分がたっぷり取れて、叩くのがね、なんかストレス解消になりますよね。溜まってるな。次はアボカドボート。横半分に切ったアボカドは種を取った部分を少し崩します。小さく切ったマグロの刺身と醤油を入れ、わさびを添えます。ポイントは？ビタミン E や不飽和脂肪酸、食物繊維が豊富なんです。ただ脂質も多いので適量は1日に半分が目安です。いや、くっと進みそうですね。ここからは楽ちん電子レンジを使います。ピーマン、じゃこのレンチン。ピーマンは手でちぎって器に入れます。じゃあやっぱり包丁いらずですね。こういう感じでちぎっていきまして、宮崎ピーマン美味しいですからね。これにちぎったピーマンにちりめんじゃこを入れます。はい。そしてお酒を回しかけ、もう見るだけで美味しそうですよ。もう少々でいいので、はい、醤油ですね。電子レンジに入れます。ピーマンは手でちぎると表面積が大きくなり味が染みやすくなります。包丁いらずで手軽なのもポイントです。楽だけじゃない、いいですね。どんどんいきましょう。豚もやしです。深めの皿に洗って水気を切ったもやしを入れ、焼肉のタレをくぐらせた豚肉とカットしたニラを乗せます。ふんわりとラップをかけて約3分加熱。包丁いらずですね。ポイントは？この一品で一食に必要な野菜量 120g が取れます。最後はちょっと手をかけたように見えるサバ缶ラタトゥーユ。わ、ラタトゥーユ、ラタトゥーユ、ちょっと行ってみたくなりますよね。ナスは乱切り、玉ねぎはくし切り、トマトは一口大に切ります。深めの器に材料とスープの素をまず半分入れて重ねるようにして残りの半分も入れます。で、最後にオリーブオイルとサバ缶の汁をかけます。ラップをふんわりかけてレンジで 4、5 分加熱。ネギやハーブを添えるといいですね。ポイントは？青魚と旅行食野菜が手軽に取れます。おいしいぞ。立派なラタトゥーユですよね。うん、そうなんですよ。簡単にできてね。体のことを考えたら、まあ、こんな風に栄養素がしっかり取れるものをおつまみにしたいですよね。で、まあ、今日ご紹介したレシピを参考にぜひご自分で作って楽しんでみてください。